んばんは、尾上裕和郎です。今日はですね、仕事帰りにそのままソロキャンプに来ました。今からですね、テントを設営したいと思います。ワンタッチテント、あっという間に設営完了しました。早いですね。今からですね、夕食を食べたいと思います。今ですね、時間が8時19分ですね。で、気温が 9.3 度です。で、明日がですね、ちょっと雨ということなので、簡単なワンタッチテントできました。ドッペルギャンガーの T3159 ですね。もう廃盤になってしまったんですけど、お気に入りなんで使ってます。で、今日の夕食はですね、このですね、もう簡単なんですけど、すき焼き鍋ですね。これを乗っけて食べていきたいと思います。お手軽すき焼き鍋、出来上がりました。めちゃくちゃいい匂いがしますね。ちょっといただいてみましょう。うわ、うまそう、うまそうだ。肉もうまそうやな。野菜も、白菜をちょっといただきましょう。汁ですね、汁もちょっとついで。ああ、鶏の油が出てますね。よいしょ。よし、それではいただきたいと思います。うん、うまそう。うん、うん、うまっ。白菜を、うん、うん、たまんないですね。うまい。食べ終わって一息ついてます。今からですね、一人晩酌タイムです一人このミックスナッツと一緒にお酒を飲んでいきますね。いや、静かです。最高に静かです。
今日のお酒はまずはもぎたて丸ごと搾りぶどうですね。これはどこのだっけ、朝日ね。それではいただきましょう。それでは乾杯。お疲れ様です。うまい。ミックスナッツもうまいです。うん、先週のですね日曜日なんですけど、鳥栖のとあるキャンプ場でキャンプしましたね。キャンプ仲間とですね。でその時に新茂のワゴントップ 4PLX を貼ったんですけど、かなり快適でしたね。まあ寝室はベッドルームとして使って、まあ全室をリビングとして使ってですね、いやめっちゃ快適です。またちょっとレビューしたいと思うんですけどね。まあこの間の防火鶴の探検隊ですね、あれも結構足に自信がつきましたね。まあ、正直そんなに自信なかったんですけど、やっぱ8時間ぶっ続けで登り切ったっていうのがですね、ストックなしで登り切ったんで、結構自信がつきましたね。うん、で自分の登山で、まあ、いるものいらないものがはっきり分かったような登山でもありましたね。だから次回はもうちょっと軽くして登りたいなぁと思ってますけど、美味しい。キャンプしながらのつばみ食べながらの晩酌というのがたまんないですね。もう家で基本お酒飲まないから余計美味しく感じますね、はい、美味しい。なんかほろ酔い気分になるのがいいですね。まあロレスが回ってこなくなると危ないですけどね、もう寝落ち間近みたいな。あ、今年も1年もうすぐ終わりますね。早いです。今年はどんなキャンプ
してきたかなって思いながら、どんなテント買ったかなとか思いながら、はい、もう分かりませんもん、何を買ったかでも楽しかったですね。披露宴キャンプがやっぱり最高でしたね。今年は披露宴キャップが、キャップじゃない披露宴キャンプが良かった。今年一番最初のキャンプってなんだろうな。あれ、あそこかな、田川の、田川でやったやつかな。ちょっと調べてみましょうかね、自分の自分の動画をちょっとタブレットで。やっぱり ライダーズバイクインテントでやったやつですね。その次がここでやったやつですね。同じテントでやったやつです。で、あとステイシーでお座敷キャンプしたり、あとコクーンで雪中キャンプしたやつですね。あ、キャンプデートのやつとか、ビガス、そう、今年はビガスを買った年なんですよね。なんかあんまり実感がないですけど、今年買ったっていう実感がないですよね。トンネル型テントでね、エッグドームも買ったもんね。あとクイックアップドームも買いましたね。あ、そう、トリオドームも買いましたもんね。あとはロゴスの大型モンテージツールーム、あとはそう、ジオドーム4も買ったし、ケシアのテントも、エアテントも買って、ザ・ケイブンも買いましたね。そうそう、結構キャンプしてますね自分で言うのもなんですけど、じゃあ2本目、氷結白桃黄桃 9%、 これいきます一応チューハイを3本買ってきました。3本、2本目ですね。2本目、トト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 ト、今9時13分ですね。まだまだ夜は長いですよ夜は長いですよって言いながら寝落ちしますからね、見事に。あー、美味しい、これ美味しい。いいっすね、いいっすね、本当にもうこのお酒がいいっすね。たまにしか飲まない、キャンプでしか飲まないお酒がいいっすね。本当にいいっすね、本当に本当にいいっすね、もう本当にいいっすよ
来年はどんな年になるんですかね。あんま想像がつかないです。どんな年になるのか想像がつかないですね。本当にどんなテントを買うのか想像がつかないです。どんなテントを買うのか想像がつかないですね。どんなテントを買うんですかね。あんなテントを買うかこんなテントを買うんですかね。そうなんかロゴスもなんかエアーテントに力入れてるみたいでですね、テント出してました。テントですね、新作テント出してましたね。トンネル型テントなんですけど、縦にもですね、縦にもエアーが入れられる、エアフレームがあるテント、縦にもエアフレームがあるテントと横と縦とあるテントですねがあるらしい、出てましたね。それが来年出るらしいです。だから自分もなんかちょっと気になってるんですけど、まあ値段次第ですね。値段次第ですね。そこら辺を買うかどうか分かんないですね。やっぱ完全自立型テントっていうのが自分の好みなんで、それが出れば、まあ買うかもしれないですね。はい。最後の3本目いきます。甘くないビターオレンジ、皮丸ごと絞り、アルコール 9%。食事に合う、皮丸ごと絞りで甘くない、だから皮丸ごと入って、皮丸ごと入ってるのか、これは。入ってるんですかね、これはなんか。入ってる感じはあんましないですよね。じゃあちょっといただいてみましょうかね。全然甘くない。全然甘くないです。全然甘くないですよ、これ。どうしよう。ああ、いた。もうやばい。もうダメだ。ああ、いた。もう。まだまだ夜は長いですけどね。まだまだ夜は長いんですけどね。まだまだ夜は長いんですけどね。これで寝たら絶対風邪ひきますからね。これに寝たら風邪ひきますからね。これに寝たら絶対風邪ひきますからね。絶対寝ません、まだ。絶対寝ませんからね。まだ寝ないです。まだまだ夜はこれからですよ。ただ夜は長いですからね。夜は長い。まだまだ夜は長いです。まだまだ。
ああ、まだ長いです。まだ9時ですよ。まだ9時ですからね、もっとな、まだまだ長いですよ、夜は。撤収完了ですね。昨日の、夜からキャンプしに来たんですけど、お酒もですね進んでですね、だいぶ酔っ払って、ました。でもちゃんとシラフに入って寝ましたからね、大丈夫です。でも楽しかった。なんか平日キャンプはですね特に楽しいですね。また今度いつキャンプに来れるかわからないですけど、また今度来た時もですね楽しみたいと思います。皆さんもキャンプ楽しんでくださいね。キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。